さんこんにちは。今回の動画はですね、バンポーブチキンさんのシャリの歌からですね、冒頭に弾いた感じの、フレーズなんですけれども、シャリの歌、しばしば、ちょくちょく、ライブだとですね、イントロをちょっと長めにとって、アレンジされてるんですけれども、今回はそれのツアーオーロラアークバージョンっていう感じです。映像で見れると思うんですけれども、そんな感じのやつをやっていきたいなと思います。はい。結構シンプルなんですけれども、何個かポイントがあるので、一緒に、注意しながらやっていきましょう。はい。使ってるコードはですね、至ってシンプル。よく見るやつの省略。まぁ、ちょっと省略するんですけれども、省略形という感じです。まずはこの4弦から3011。このコード。うん。次。2010。うん。で、次。0003。うん。で、最後の方でこの00033のここの1フレットをつけてまた離すっていうのが出てくるんですけれども、本当にこれだけです。うん。で、これこれをすいません、ゆっくり弾いてみます。で、この時にはアップで弾きます。うん、こんな感じです。はい。で、これですね。すいません、途中になりました。これなんですけれども、よく見る形があります。それの最初言った省略形って感じなんですけれども、よく見るの。よく見る形でやるとこう。C+4、C、G っていう感じのコードの、4弦からスタートバージョンという感じです。うん。まあ、これ、こっちでもいいです。僕がもしちょっと、聞き間違えてたら多分こっちだと思います。なんですけれども、ちょっと音源というか映像で聞いたり見たりするに、この320っていうのが強調されてる感じがするので、こっちかなと思いました。このラインですね。このラインがなんかよく聞こえたので、ここかなと思ったんですけれども、まあこれ好きな方でいいと思います。こっちでも、こっちでも全然いいです。こっちでもいいと思います。はい、そんな感じですね。で、こっちの普通のバージョンじゃなくて、僕が弾いた感じのバージョンでやりたいっていう方は、一つポイントが6、5弦を、まあ、しっかり親指でミュートしておくっていうのが重要です。4弦からスタートするので、まあ、4弦を狙って、まあ、4弦から狙って弾ければ一番いいんですけれども、まあ、どうしてもね、ノリよく弾いてたりとかすると当たっちゃう、触れちゃうこともあると思うので、6、5弦をしっかり親指でミュートしておく。うん。まあ、D コードとかの時と一緒です。6、5弦鳴らさない時は、こういう風に触れとく。っていうのが、まあ、案外、このコードとかだと、普通だとね、やっぱ C とか、こうするんで、親指がここなんですけれども、ちょっとね、クッとやらなきゃいけないので、慣れない方も、まあ、いるかもしれないので、ここ気をつけるポイント。あとは、さっきちょっと挟んだピッキング。このアップで来るっていうのは、まあ、わかると思うんですけれども、最後の、この、チャンチャンっていう、低音を弾いて、高音を弾くっていう、低音を弾いて、高音を弾くっていう、この、そうすることによって、ちょっと音にこうメリハリがついて、抑揚がつく感じなので、結構ね、シャリの歌って乗る感じじゃないですか。それがですね、結構出しやすいと思います。特にこの。ここ。ここをですね、意識してやると、いい感じのノリで弾けるかなと思います。はい、至ってシンプル、こんな感じなんですけれども、ポイントがちょこちょこ出てくるので、気をつけてやっていただければなと思います。はい。今回の動画はですね、バンポーブチキンさんの車輪の歌のイントロライブアレンジバージョンの紹介でした。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございます。またよろしければチャンネル登録やグッドボタンぜひともよろしくお願いいたします。はい。ライブバージョンの、解説もですね、たくさんやっていきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ、またね。